リンリン、ソロです。はい、はい、始まりましたね。今日ね、ご紹介したいパンツがありまして、はい、東京ウィルズのオリジナルパンツなんですけど、こいつです。ツイルストレッチパンツ。東京ウィルズのパンツって、いわゆるもう100キロ走るための、ゴリゴリ走るためのパンツと、あとライフスタイル系って、まあ、僕が特に好きなんですけど、自転車乗ってんだけど、まあ、ちゃんと今っぽいおしゃれができるやつっていうのがラインナップがあるんですね。でそのライフスタイルの方がですごい人気のあるナポリっていうのがありまして、こちらです。でこれはもうあの本当にドレススラックス、細身のドレススラックスで、僕の中だとイタリアで一番いいパンツブランドってインコテックスだと思うんですね。でもインコテックスって結構高いし物もいいので、あれを常に履きたいんだけど、まあ、それを履いて公園に遊び行こうとか自転車に乗ろうとかって結構厳しいっていう方に、このナポリを履いていただきたいなってところで開発したんですね。気軽に履けるインコテックスって言っちゃうとインコテックスの怒られちゃうかもしれないけど、まあそういう感じのドレスパンツなんっぽく見えるんだけど、まあ気楽に履けて自転車に乗れるっていうコンセプトで作ってる。これめちゃくちゃ売れてるんですけど、今回紹介するこのツイルのパンツはナポリに次ぐヒット作を生もうということで作ったパンツです。何がポイントかっていうと、あのこのストレッチ性とか、スウェットボトルくん、はい、ちょっとお願いします。スウェットボトルくん登場します。早くも3代目です。3代目、はじきをはじきます。おお、おお、あ、すごいですね。で、ま、かなりはじくんですよね、はい、これまたあの店舗のスタッフに怒られるやつです。怒られてるの。いつもびちゃびちゃにしてって怒られる。ごめんね。撥水性もあるし、ストレス性もあって、あと店舗スタッフに怒られるっていう意味ではナポリがよく細すぎるって怒られるんですね。結構まあ自転車乗ってる方足太い方多いじゃないですか。でそういう方でも履けるように太めに今回作ってるんです。でここからポイントなんですけど、僕の中ででもこのツイルパンツのポイントってこの股上の深さなんですね。でめちゃめちゃこれ履きやすいじゃないですか。でハイバックだから後ろもケツもちゃんと隠してくれて自転車も漕ぎやすいしっていうポイントなんですけど、足が太い人向けのパンツだったら、まあ、ナポリをただ太くすればいいだけなんですけど、まあ、そうしなかった理由っていうのがここにあります。これはちょっと今東京ウィルズっぽい着なし、これも実はなりふりの別注かけてなってる、まあ、そのうち上がってくるやつなんですけど、まあ、こういうスポーツブルゾンにこのツイルのパンツにここちょっとまあカジュアルっぽく合わせてスニーカーっていう着なしで、例えばこのニューでも T シャツ1枚でこうやって着ても全然おかしくない。でこれをまあ僕的にはもうちょっとこうファッションっぽくも着たいなと思って、そういうフレ幅を作れるように股上を深くします。まあ、どう使うか、こちらです。はい、まあこういう感じですね。ローファーと少しオーバー、これオーラリーなんですけど少しオーバー気味の T シャツとかを着てタックイン。でやっぱりこういう格好って今流行ってるんですけど、まあ、なかなか取り入れられる人ってまだまだ少ないと思うんですけど、たまにこういう格好もちょっとしてみようかなみたいな感じでチャレンジしてもらいたいなと思って、まあ、自分を慣らす意味ではいいんじゃないですかね。で例えばそのオーバーシャツ、ちょっと大きめのオーバーシャツとかをこうやってロングで持ってきてもバランスがおかしくない。これナポリとかだと下だけ細くなっちゃうんで、やっぱりちょっと今っぽくないんですよね。これをこういうテーパーのかかったパンツで合わせてあげると全然おかしくないです。でこのやっぱドローコードが結構ポイントで、僕的にはこう思う、ちょっと垂らしてほしいなと思うんですけど、わざと太めのドローコードにしてあるんですけど、まあ入れても全然いいんですけど、まあこういう格好するときは少しこうやって垂らしてあげるとちょっと今っぽい感じになるんで、まあ、こういう感じ。あともう一つ、はい、でこういう感じも OK です。これ東京ウィルズのオリジナルのシャツで、そんなに太めじゃないんですけども、これとも合わせられるんですよね。これなんでかっていうと、実はここのウエストで調整してるんです。上げると細く見えるし、下ろしてあげるとちょっと太めに見えるんで、その都合のいい塩梅のところで調整してあげると、細身のシャツとか太めのシャツとかでもどこでも合わせられる。でこれ本当にシルエットもテーパードで綺麗なんで、例えばこれシャツにジャケット合わせもできます。これ下手したらねタイドアップも実はいけるんですけど、ちょっとこれあの光沢感があるスポーツっぽい素材に見えちゃうんで、まあ、そこは少し工夫が必要なんであれなんですけど、まあ、こういう感じの着こなしでも全然使える。あのシャツジャケットとか合わせちゃえば仕事でもある程度使えちゃうかなって感じです。はい、タックインしてあげるとこういう感じですね。でも全然おかしくないです。まあタックインするときはなんとなくドローコードの中に入れてあげて
なんか自転車のパンツっていうと、なんかここにモバイル入ります、ここはストレッチですの3ウェイですみたいなのが多いんですけども、まあ、僕として作りたかったのはこういうファッション3ウェイ、着回しの効く自転車にも乗れるし普段使いもできるっていう意味での3ウェイができるパンツを作りたかったんで、まあ本当になかなかこういうのってちゃんと話さないと分かってもらえないというか、このシルエットを多分置いてあるの見ただけじゃ分かんないと思うんで、ちょっと細かく話したんですけども、まあ、ぜひ手に取ってもらいたいなと思います。ということでよろしくお願いします。バイバイ、森氏でした。